これら惑星たち、みんな母なる太陽が生み出してくれた地球の兄弟です。先ほど見たほうき星も、そして流れ星も、みんな太陽系の仲間たち。その中心にあるのは太陽。その太陽が生まれたのは今から46億年って昔、宇宙の中でとっても暗くてとっても冷たい場所で太陽は生まれました。光というのは闇から生まれてきます。そうやって生まれ出た光、その周りに惑星ができて、太陽から一番いい距離にあって、一番いい大きさで、一番いいテンポで回っていたこの地球にだけ私たちは生まれてくることができました。そんな私たちを生んだこの太陽系という場所が、宇宙の中で一体どんなところにあるのか、もっと広いところを見ていきたいと思います。私たちの太陽、ずっと遠く離れてみますと、もうただ一つの点、他の星と見分けがつきません。その周りには数えきれない数千億という星たちがあって、その星が一つの大きな大集団を作ります。天の川銀河と言います。この天の川銀河の中では、今でも星が新たに生まれ、星が最後を迎える。その星の一生は私たち一人一人にとってとてもかけがえのないものです。というのも、私たち一人一人のこの体、この体の材料を細かく細かく見ていくと、みんな元素という小さな粒々でできています。酸素や炭素や鉄といったその元素、それを宇宙で一番最初に作ってくれたのは星たち。しかも大きくて重い星がその最後を迎える時、超新星爆発というのを起こして、元素が宇宙空間にばらまかれ、それが新しい星を作り、再び惑星を作り、それが巡り巡って私たちの体を作っています。だから私たちはみんな星のかけら、それをこの天の川銀河が教えてくれています。その天の川銀河は、私たちは今夜その姿を天の川として頭の上に見ることができる。だから天の川を見るということは、私たちがどれだけ広い宇宙の一体どんなところにいるのか、それを何度も教えてくれている。私たちの大きなふるさとを見せてくれている、そういうことなんですね。けれども宇宙はまだまだ広くて深く、その外には銀河、銀河、銀河が数千億もある世界。そんな銀河が教えるとても大切なこと、それはこの宇宙には始まりがあったということです。私たち一人一人の体は全て星から生まれ、その命のもとをずっとたどっていけば、地球が生まれた時、太陽が生まれた時、天の川銀河が生まれた時、それよりもはるか昔、今から138億年前、何もない無からこの宇宙は生まれたと言います。そう思うと、私たちはみんな同じ誕生日を持って、同じ場所からやってきた、そんなことが言えるのかもしれませんね。果てしないこの宇宙の広がり、宇宙の果てのようなところから、今度は私たちの星、地球に帰っていくことにいたしましょう。
私たちの地球に帰ってきました。広い宇宙の中の小さな点のような私たちの地球、そこから見上げるとどんな人の上にも誰の上にも必ず星が輝いています。星を見上げるということは、この世界のどこかで誰かが同じ星を見ていると想像すること、星を見上げるということは隣の人のぬくもりを感じるということ、星を見上げるということは138億年の長い歴史の果ての今を感じるということ。だからぜひ本物の星を見上げてみてください。少ししか見えないかもしれないけれど、今度はあの星と星の間にある暗闇の向こう側、広くて深い宇宙というその世界をどうぞ感じてみてくださいね。そして星空は必ず明日を連れてきてくれます。明日という日が皆さんにとって今日よりもちょっといい一日になりますように。そして今日のこのコンサートが皆さんのより良い明日を作りますように。ありがとうございました。